元キングピンス、平野紫耀パワーで、飛べ、は絶好調。ジャニーズ事務所との対比から見る成功の要因。日本のエンターテインメント業界における最新の注目事項の一つとして、元キングピンスのメンバーである平野紫耀の活動が大きな話題となっています。ジャニーズ事務所を退所し、新たなステージに挑む彼の成功について、その要因を探るために、 今回は彼の最新の活動と飛べとの関係、そしてジャニーズ事務所との対比を通じて考察してみたいと思います。平野仕様のエルジャポン表紙でのブレイクヘイヤー仕様がファッション誌エルジャポン11月号の特別版の表紙に登場したことは日本のエンターテインメント界に大きな衝撃を与えました。 その発売前から予約の殺到により、出版社のサーバーがダウンするなど、彼の人気を物語る出来事となりました。この特別版は瞬たたく間に完売し、再販も決定。平野のファッションポートレートとインタビューに対するファンの関心が高まっています。この、エルジャポン、表紙でのブレイクは、 平野紫仕様がジャニーズ事務所から離れた後の新たなスタートを象徴するものと言えるでしょう。彼の活動の幅広さや個性がファッション業界でも高く評価されていることを示す証拠と言えるでしょう。平野ノ仕様のインスタグラムでの成功、平野仕様の成功を図るもう一つの要因は彼のインスタグラムでの活動です。 木村拓哉などのジャニーズ事務所の先輩を抑え、インスタグラムのフォロワー数でトップに立っているのは驚くべきことです。彼のフォロワー数は400万人を超えており、ジャニーズグループのメンバーや他のジャニーズ事務所のアーティストに比べても圧倒的な数字です。 さらに注目すべきは、平野紫仕様が単独のアカウントにもかかわらず、他のジャニーズメンバーよりも多くのフォロワーを獲得していることです。このことから、彼の個人ブランドと魅力が多くの人々に受け入れられていることが伺えます。 入り、寝数においても平野仕様は他のジャニーズメンバーを上回っており特にファッション関連の写真には70万から90万のいい、値が寄せられています。彼の投稿が多くの人々に支持されており、その人気が SNS 上で顕著に現れています。 さらに、平野耀は世界的なダンサーであるリーハタトップのダンス動画を投稿し、その再生回数は驚異の519万回を突破しました。これは彼の多彩なエンターテインメントスキルに対する高い関心を示しています。トベへの参加と成功の理由平野潮がトベというエンターテインメント会社に参加したことは、 彼の新たなステージでの成功に大きく寄与しています。ジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏が立ち上げた、戸辺への合流を宣言したことは、エンターテインメント業界において大きな注目を浴びました。戸辺は現在、平野仕様の成功に象徴的な存在であり、その成功の理由を探る価値があります。ジャニーズ事務所に所属していたアーティストたちが、 新たなプラットフォームで成功を収めることは、エンターテインメント業界全体に影響を与える可能性があります。平野紫耀とジャニーズ事務所の対比平野市の成功を考える上で、ジャニーズ事務所との対比も重要です。彼はジャニーズ事務所を脱退し、飛べ、という新たなプロジェクトに参加しました。 これにより、ジャニーズ事務所の枠を超えて自身の可能性を追求し、多くのファンを引き寄せています。現在のジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏の性加害問題に関連して大きな問題を抱えており、その影響が業界全体に及んでいます。一方で、平野耀は、飛べを通じて成功を収め、多くのファンを魅了しています。 この対比から、平野仕様が独自の道を歩むことで、新たな可能性が開かれつつあることが伺えます。平野仕様の成功は、彼の多彩なエンターテインメントスキルと個性、そして飛べ、という新たなプロジェクトへの参加が組み合わさった結果と言えます。彼の、エルジャポン、表紙でのブレイクやインスタグラムでの人気は、 彼の魅力と才能が多くの人々に認められていることを示しています。また、ジャニーズ事務所との対比からも彼の新たな道が注目されており、エンターテインメント業界において新たな可能性が開かれつつあることが明らかです。彼の成功は日本のエンターテインメント業界における新たな展望を示すものと言えるでしょう。アテン